ルクが雑賀孫石と共に戦い抜いたことで雑賀衆の多くが小牧長久手の戦いを生き延びた。孫石に十分な兵力がある一方、はあ、小牧長久手を生き延びた雑賀衆が集まっている。これならきっとあの人は耐えられる。新たな未来への希望を胸に行きます。あの人はすでに孫悟空と戦っている。でも雑賀衆がいればきっと間に合う。必ず助けてみせる。ここでしんがりを買って出るかよ、色男だね。猿に言われても嬉しかねえな。来るとはね。間違いない、勝利の女神は俺に惚れてる。おっと、遊びすぎちまったか。一時退散だ。また来るぜ。助けてもらった恩は返すぜ。この活躍期待してな。逃げられてしまいましたか。お嬢さんの仲間は孫悟空がいる。奴を倒せば正気に戻るはずだ。はい、待って、みんな。よし、敵は果たされた。いざ、邪法を打ち破らん。感謝のしようがございません。その戦ぶり、手本といたします。
私が倒した。失い、月に吹き荒れるか。風は何者にも縛られる。まだ戦場を吹き渡るよ。まあ、とはいえ迷惑なんだな。退場してもらう。くそ、やられちまった。すまねえ、おっさん。いたんだ。ああ、元に戻ったのね。よかった。悟空を破ったか。では、俺はどう受ける。尊敬するばかりです。あなたがいれば私たちは負けない、そう信じています。清盛様のために。されなかったと、きっと強い自信をお持ちなのでしょう。君のことがよくわかりませんが、私はただ強くになっていただけです。みんなを助けたい。
ったよ。そうな人たちを少しは救えたかな。なるほどね。時を超えた聖女さんが俺をそこまで尽くされてここでお別れってのはなしだよな。ここからは俺も協力するぜ。ま、期待してくれ。綺麗に終わらせてあげる。